こんにちは、スマユーチームのひなのです。2022年4月の4日から東京証券取引所東証の新市場がスタートします。ニュースなどですでに耳にしたことがあるという方も多いかと思います。今回は3分でサクッと動画にしていきたいと思います。一言で言うと、東証の市場が再編されて新しい区分に変わるということなんです。まずは現在の市場をおさらいしてみましょう。東証一部は大手企業、東証二部とジャスダックは中堅企業、マザーズはベンチャー企業、そんなイメージがありますね。ところが長く市場を運営していく中で、この位置づけがあやふやになってきちゃっていたんですね。例えば東証一部なんだけれども小規模な会社があるだとか、東証2部とジャスダックの違いってなんだっけみたいな部分がありました。そこで2022年4月4日からは新しい市場がスタートすることとなりました。区分は3つで、プライム、スタンダード、グロースの3つとなります。最上位のプライム市場は時価総額250億円以上くらいという一つの目安が出されていましたね。実は上場企業各社には昨年の2021年7月に通知がいっています。あなたの会社を新しい区分に照らし合わせるとこの市場ですねという内容になります。また企業によっては上位の市場に行きたい場合にはこの基準が達していないよという指摘が書かれています。その結果、東証一部にいたけれどもプライム市場の基準を満たせないなと考えてスタンダードを選択した企業さんもいますし、いや、プライムにいたいんだと考えて基準を満たしてないけれどもプライムを選択した会社さんもあります。後者に関しては経過措置があって、上場維持基準の適合に向けた計画書を作成して継続的にその進捗状況の開示が必要になりそうです。さて、そういった検討期間を経て各社は昨年末までの間でどうするか決定して東証へ手続きを取っています。その結果こんな感じになったそうです。3つというところでよりシンプルに分かりやすくなったと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ひなのでした。それではまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。